スノーキーこと小手川幸也です。この動画では FX 初心者さんでメキシコペソ円スワップ投資を始めようかなと考えている方に向けて、毎月3万円の買いスワップポイントを得るためにはどれぐらいの資金が必要なのかという例をいくつか公開いたします。で、少し前によく似たタイトルで動画公開したんですけども、その時からなんとスワップポイントが 1.5 倍にも上がっております。ここが 1.5 倍になったので、毎月3万円稼ぐための元手資金が前回より少なくなっております。はい。で、まあ、前回の動画の時点で始められた方はまあラッキーなわけですよね。はい。で、注意点はじめになんですけども、スワップポイント為替レートは動画投稿時点のものです。動画概要欄に掲載している定期的に調査しているスワップポイント比較ページなども合わせてご覧ください。そして、もし状況が変われば動画概要欄に追記と、書いてですね、何か情報を書いておきますので、そちら何か書いてないかっていうのもご確認ください。はい。で、メキシコペソ円はコロナショックの時に一時的に大きく下がったんですけども、そこから大きく回復して、もうコロナショック以前の水準ぐらいまで、上昇しております。はい。で、メキシコペソ円も、かなり増額傾向にあってですね、もう本当にコロナショックの前の水準か、もしかすると今のが高いんじゃないかなっていうぐらいまで、上がってきております。で、スワップポイントの金額っていうのは変動する可能性あるので、もしもね、増えている場合はこんな感じで掛け算、してみてください。で、メキシコペソ円の特徴としては、トルコリラ円とか南アフリカランド円と比較して値動きが硬い、しっかりしています。はい。そんなに上下にこう動きにくいのが特徴。はい。で、今回は私がメキシコペソ円のスワップ投資をする場合の考え方例を公開いたします。この考え方例っていうのは推奨しているわけではないので、ご自身の判断で、どういったリスクリターンの取り方をするかっていうのは決めてください。で、今回初心者さんに向けてなので、お伝えしますけども、10万通貨分の買いポジションを保有している時に為替レートが1円上昇すると10万円の含み益あるいは利益になります。逆に10万通貨の買いポジションを保有している時に為替レートが1円下落すると10万円の、含み損失になります。はい。これ ×1 なので。で、先ほどもお伝えしましたけども、もう今160円ぐらいの業者もあります。はい。で、今回は一応ですね、まあ、もしもちょっと下がってもいいように150円で試算いたします。はい。で、150円だった場合、10万通貨あたり150円だった場合は70万通貨保有すると1日1050円なので、動画のタイトル通り、毎月3万円の川残用、はい、が見込めます。まあ、もしも、これが365日続いた場合は、38万いくらという、まあ、これ川残用です。はい。で、70万通貨分の買いポジションを持つのに必要な資金ですね、為替レートが 6.6 円の場合、こちらになります。なので、もうちょっと為替レートが上がっていると、まあ、20万円とかになりますかね。前回は、ね、2ヶ月前の時は多分120万通貨とかだったと思うので、ここの金額が27万円とかだったと思います。はい。で、これだけ入金してスタートするとね、為替がちょっと下落するとすぐに強制ロスカットになりますよっていうのが、先ほどの1円動いたら10万円の含み損とか含み益っていう意味です。はい。で、月足チャートで値動きを確認したいんですけども、史上最安値はコロナショックの時につけた 4.2 円台、そこからもりもりと回復してですね、ちょっとここ見づらいですけども、この動画投稿時点ではなんと 6.6 円まで上がっております。まあ、もしもここで買えていたらなぁなんですけども、この時スワップポイントの金額ね、すごく小さかったんで、まあ、なかなか買いづらかったのかなと。で、ショック安があったりとか、あるいはね、大きく下落した時っていうのは、為替が下落した時にスプレッドが拡大する可能性もあるので、まあ、4円割れまで下落しても耐えられるような買い方をしておきたいです。で、次からが例ですかね。はい。まず、資金、200万円で始めた場合、ね、前提条件これから先同じです。為替レートが、6.6 円で、スワップポイントが10万通貨あたり150円、そして、70万通貨
はい。で、200万円で70万通貨を持つと、レバレッジは約 2.3 倍でのスタートとなります。FX のスワップポイント投資など中長期投資ではレバレッジを2倍以下に抑える方が多いので、それをちょっと超えているので、まあリスク、ちょっとあるのかなっていう数字です。はい。で、この場合の強制ロスカットラインの目安なんですけども、 3.899 円ぐらい、つまり史上最安値をちょっと更新すると強制ロスカットの可能性が出てきます。とはいえ、ね、6.6 円からなので、まあ結構遠いっちゃ遠いです。はい。で、先ほどの数値通りのスワップポイントが得られた場合は、この資金だと、年利 15% 強の期待値となります。はい。で、私の個人的な感想としては、年利期待値は高いんですけども、まあ強制ロスカットラインが少し近いかな。でも全然、なしではありません。もしも為替レートが5円台とかに下がってきた時に入金して強制ロスカットラインを遠くするっていうんであれば、この200万円っていうやり方でもいいのかなと思います。はい。そして、ちょっとリスクを抑えたパターンが、資金を230万円にした場合、この場合レバレッジは2倍でのスタートとなります。はい。で、強制ロスカットラインの目安が先ほどよりも少し下がって、これぐらい。はい。で、ここですね。もらえる金額、狙える金額は同じなんですけれども、資金が増えているので、年利期待値が、下がっております。それでも 13.6% 強。はい。年利期待値、リスク&リターンを考えると、まあ、現実的なラインは、この230万円なのかなと思います。でも、それでももう、ちょっと、怖いから、資金増やしたいよっていう方、はい、もしも資金260万円にした場合、前提条件同じ、はい、レバレッジはこの場合 1.8 倍のスタートとなります。2倍を切っております。はい。強制ロスカットラインの目安が、1つ目の例と比べると大きく下がって、3円台ちょうど付近ね。この動画投稿時点の為替レートが 6.6 円なので、まあ、半値以下ぐらいまでいっても耐えられる計算になるので、まあ、放置しておきたい方にとっては、なかなか安心できるのかもしれません。はい。この場合の年利期待値が 12.1% 強。まあ、FX の中長期投資だと、月利 1% 出てれば十分かなと思うので、保守的に行きたい方にとっては、これぐらいの資金がいいのかなと思います。はい。年利期待値、リスク&リターンを考えると、まあ、少しだけ保守的かなというところです。3つの例を公開しましたけども、皆さんで、ぜひ資金量などはアレンジしてみてください。最後に為替変動リスクというものがあります。はい。動画公開時点では為替レート 6.6 円ぐらいなんですけども、為替レートっていうのは上がったり下がったりするものなので、下がるリスクがありますよ。なので強制ロスカットラインっていうものがいくらかっていうのを先に知っておいてスタートするのがいい。はい。で、史上最安値、先ほどお伝えしましたけども、これは、また何かショック安などがあれば更新する可能性があるので、そちらご注意ください。で、スワップポイントっていうのも日々変動しています。2ヶ月前と比べて 1.5 倍になったように、これから先にさらに上がっていく可能性もありますし、逆にですね、今はメキシコ、利上げどんどんしていってるのでスワップポイント上がってますけども、逆に利下げをし始めたらスワップポイントが減るっていう可能性もありますよということはお伝えしておきます。で、いつもお伝えしていますけども、資金が多い場合、まあ、今回毎月3万円の例をやりましたけども、毎月6万円、毎月9万円って狙う場合は、まあ、掛け算していけばいいんですけども、それを1社でするよりも、2社、3社でやった方が、もしもスワップポイントが変動した場合に、ね、A 社の方はあまりスワップポイント減らなかった、B 社の方はかなり減っちゃったってなった時に、まあ、リスク分散になりますよということですね。はい。で、不定期調査しているスワップポイント比較とか、もろもろ貼ってるんですけども、この動画を文字に起こしたものっていうのをすでに公開しています。なので、文字でゆっくりもう一度内容を確認したいなっていう方は、そちらぜひご覧ください。毎月5万円、毎月10万円狙うための例っていうのも、公開しております。この後は告知です。
はい、今回の動画の冒頭でね、スワップポイント今これぐらいですよということで名前が出ました。広瀬通商さんとかライト FX さん、私のブログ経由で口座開設するとキャッシュバックが上乗せになったりと特典がついてくるので、 FX 口座を今から作る方はぜひこの動画概要欄に貼っているページを見てみてください。で、暗号資産口座も私の紹介だと特典がついているので、ビットコインとかイーサリアムとか買おうと思っていた方は私の紹介で特典をぜひゲットしてください。はい、ということで、このシリーズなかなかね、需要があるみたいなので、また違ったここの金額変えたりとか、あるいは30万円資金での例なんかも近々、上げたいと思うんですけども、やっぱチャンネル登録していただいたりとか、動画の評価していただいたりとか、あとやっぱり口座開設していただいたとかってなると、励みになるのでよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。